はい、こんにちは。カルダのエイダなんですけども、本日6月31日じゃない。2022年9月29日の朝6時31分ですけども、この1年を振り返ってみるとね、ご覧のように、1年前の今頃って250円、もしくは200円以上を、まあ、維持していたんですよね。そのちょっと前は300円を超える 値段もあったんですけども、そこからずるずると価格が落ちてきて、一旦100円前後で反発をしてね、150円まで上ってきたんですけども、まあ残念ながら今年に入って100円を上回ることはなかったかなと。最近は60円70円をうろうろしてるかなってとこですよね。まあ体の枝ってのは値段が上がれば誰かが売却して体の枝の価格を下げてしまう。これはもう仕方がないことだと思います。プレセールで買った方っていうのは特にね、 どっかで理学しようと思ってるわけなんですけども、自分の障害賃金、一応ね、体の枝について欲しい金額っていうのはほとんど決まってると思いますので、で、税金のことも決まったから、慎重に決済しないといけないっていう風なブレーキがかかってる方もいらっしゃることを考えると、まあ、売り抜いたもの勝ちっていうところはね、まあ、投資の原力に、えー、原則に即してるのかなと思います。いや、でもね、200円以上で売れた方ってのほんとラッキーですよね <laughs>。 今100円になるかならないかってことでなかなか落ち着かないわけですよ。で今後もおーバージョンアップがありましたんでね。 値段が上がることとか、それから実体価値をもっともっと帯びていくのかどうか。それは必ずしも通貨としての役割だけではなくて、最近出てきた NFT っていう概念の裏付けにね、イーサリウムじゃなくて、このカルダノを使っていくっていう動きもなきにしもあらずですから、そういったところで、20、30にまだ期待できるところあるのかなと思います。ただし私たちカルダノエダのホルダーファンとしてはですね、はっきり言って打ってなしなんですよ。 ただ待ってるだけというね <laughs>。まあ投資ってのは言ってみれば不動産でも株でも待つだけですからね。その株の操作をしても私たち投資家にはどうすることもできませんから。結局はそれに携わるプロジェクトの中核にいる人がどれだけ頑張ってくれるかっていうところに私たちは先行投資してるわけなんで、まあ信じて待ちたいなと思います。じゃあこれからもね、カルダネード情報よろしくお願いします。